北山ダム、北山ダムは、佐賀県佐賀市、一級河川、加瀬川、本川最上流部に建設されたダムである。農林省九州農政局が建設した農林水産省直轄ダムで、現在は農林水産省の委託を受け、佐賀土地改良区連合が管理を行う高さ59.3メートルの重力式コンクリートダム。佐賀県内では初めて建設された。 コンクリートダムで佐賀平野への灌溉と水力発電を目的にした地水、洪水調節目的を持たない多目的ダムある。2011年、平成23年に直下流の加瀬川ダムが完成するまでは佐賀県最大規模のダムであった。ダムによって形成された人造湖は北山湖または北山貯水池、北座貯水池と呼ばれ佐賀県民のみならず、 福岡県民などの保養地になっている。お笑い芸人は、縄の2003年のヒット曲、佐賀県で、佐賀のドライブデートスポットのダムとして歌詞のうちに登場するのは、この北山ダムのことである。江戸時代、佐賀藩鍋島市35万国の収入の基盤であった佐賀平野、白石平野は、九州北部の国葬地帯として古くは、 成富重康による河川改修をはじめ、灌溉や堤防建設による治水、離水が行われていた。これにより、佐賀平野における高地面積はさらに拡大していったが、河川川は天井川でもあったため干ばつの際には容易に流水がほとど途絶する状況であり、根本的な農業用水確保は流域の悲願であった。昭和に入り、 物のべを竿により発案され内務省が実用化させた、加水統制事業は、九州では、小丸川で着手されたが、加瀬川においても1934年、昭和9年頃より高層に上っていた。だが、この間太平洋戦争などがあり、事業の実施には至らず、戦後になって、本格的な事業検討がなされた。折から極度の食糧不足に悩む。 農林省は1947年、昭和22年より、国営農業水理事業を、大井川、九ず川、安川、加古川の4水系で実施し始めたが、佐賀平野の稲作促進を図るため、農林省九州農政局は、加瀬川本川上流部の佐賀郡富士町伊達地点に、農業用ダムを建設し、新規の農地開拓促進を目指した。こうして1950年、 昭和25年、農林省によって国営加瀬川農業水理事業が計画され、その根幹施設として建設が行われたのが北山ダムである。ダムの目的は灌溉用水の確保と水力発電である。灌溉については、下流の佐賀市山戸地区総座に川上投資湖を建設し、そこから 左右両岸に総延長約9 0 8トルの農業用水路を建設。流域の農地11,159ヘクタールに農業用水を供給する。この国営加瀬川農業水利事業は1973年、昭和48年に完成し、後を継いだ佐賀県営の農業水利事業によって、さらに施設が補強された。この県営事業も1985年。 昭和60年に完成している。現在は、佐賀土地改良区によって、ダム、投資校、用水路は管理されており、佐賀平野の重要な水亀として利用されている。なお、当初は、佐賀県営水道、佐賀市営水道による、上水道事業も参加予定であったが、取りやめている。ところが1959年、昭和34年頃より、量水道事業の水源を、 加瀬川に求めることとなり、農業用水を取水する加瀬川土地改良区連合と佐賀市の間で厳しい水利権交渉が行われたと言われている。食料を不足に並び電力不足も深刻な状況であった当時の日本は水力発電の開発が全国各地で盛んに行われていた。ダム計画が発表された同年に日本発送電が分割、民営化され、 九州電力が誕生した。九州電力は国策でもある電源開発事業に乗り出し、加瀬川の電源開発を計画し、北山ダム事業に電気事業者として参加した。ダム直下流に尾関発電所認可出力 5600kW を建設し、さらに北山ダムの貯水を送水して、あゆの瀬発電所認可出力 17600kW 南山発電所認可出力4 3 0 0ットでも発電を行い、最終的に山和地区にある川上川大湖発電所認可出力2 4 0 0ットの貯水池に放流して加瀬川に水を戻す。この貯水池、川上川大湖ダム湖は加瀬川に放流した水量を調整して下流の急激な増水を防止する役割を担う逆調整池である。 尾関、き、あゆのせ、なむさんさん発電所合計の認可出力は 27,500kW となり、電力不足にあえぐ、当時の地域への大きな助けとなった。この尾関発電所建設中の1956年7月1日、発電用導水路トンネルの葉っぱ作業中に葉っぱに使用するダイナマイトが誤って爆発を起こし、2人が死亡し4人が重傷を、

先駆けとなった。だが、ダム建設に伴い富士町と三千村の110世帯の住民が移転を余儀、なされている。北山ダムには、積極的な洪水調節機能がなく、加瀬川の治水対策は利水に比べて遅れていた。このため下流2973年より、加瀬川ダムの建設が、建設省、現、国土交通省九州地方、備え局によって2011年、 平成23年の完成を目標に進められている。ダム湖である北山湖北山貯水池は人造湖であり、総貯水容量は約に225万トンを誇る。下流に建設された加瀬川ダムの完成により1位の座を譲ったが、佐賀県で2位の規模を誇る人造湖が同じ加瀬川流域に連なっている。北山貯水池は 面積が200ヘクタールと広大で、貯水池周囲は複雑な地形となってより,りや高森や四季海岸の様相を呈する。このため人造湖でありながら天然の湖に近い佇まいを見せている。周囲は菓子やシートーといった商用樹林が広がり自然のままの風景を醸し出している。また貯水池はヘラブナをはじめ魚類の宝庫で北部九州の有名な湖釣りスポットで、 休日になると多くの釣り人たちが訪れる。また湖岸にはサイクリングロードが整備されており、ほぼ湖を一周する。ダムの天場、天場。ダムの頂上のこともサイクリングロードの一部になっており、家族連れなどがサイクリングをする光景が休日には見られる。スワンボートも貸し出されており、古城を遊覧することも可能である。ダム湖一帯は、 佐賀県によって、セフリ北山県立自然公園に指定されているほか、九州自然歩道が通過し、北山国民休養地として、憩いの場となっている。ダム佐賀には、北山少年自然の家があり、佐賀県の県政100周年事業として、ダム着工から30年後の1980年、昭和55年に、21世紀県民の森が、北山湖畔に着工し、1991年、 平成3年に完成した。宿泊、キャンプ施設、遊具などが整備されており、観光地や保養地としての側面も濃くなっている。三世峠を越えると、福岡県福岡市沢楽であり、福岡市周辺や佐賀県内から訪れる人が多く、夏は避暑地として来訪者が増える傾向にある。交通アクセスは、佐賀市からは、国道323号、福岡市からは、 国道263号を経由する。国道263号は三瀬峠付近で難度となっているが、近年三瀬トンネル有料道路が開通し、アクセスが向上した。かつては博多駅バスセンターから昭和バスによる定期路線があったが、現在は廃止され、福岡市からの集客はもっぱら自家用車によっている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。